ここは図書館？私たちどうして図書館にいるのでしょう。苦心し探した我が宿敵よ。無意で軟弱な公女とはあなたのことかしら。バカバカしい。私に勝てると思っているの？先ほどあなたからにじみ出た恐怖と気の迷い、私にははっきりと見えていたわよ。フィッシュルがもう一人いるぞ。あれってお前の影か？影？ええ、確かにそういう関係ね。負けを認めに来たのかしら、エミちゃん。う、あなた、そこの夜ガラスはオズよね。よろしい、私も長いこと待っていたの。オズという大書記官が聖国の栄章を夕夜浄土に持ち込んだと聞いたわ。おそらくあなたのことよね。恐縮です、お嬢様。なんであいつのことをお嬢様って呼ぶんだよ。ご覧の通り、あの方もお嬢様です。お嬢様である以上、私のご主人様でもあります。違いますか？筋は通っておるな。夕夜浄土とは、一度入れば二度と戻れない場所。ここに来たということは、私の支配を受け霊属するということよ。オズに至っては、私を不快にさせる予言書を持ち込み、愚かな神家たちにその茶番を信じさせた。とはいえ、オズであることに変わりはない。私のそばに来なさい。フィッシュルはオズと組まないと。お嬢様からそのように認めていただき、恐悦至極です。それではお言葉通りそちらへ。オズ、どこへ行くの？向こうへ行っちゃいましたよ、フィッシュル。あなたが飼っていたカラスですよね。今は私を非難してる場合じゃないでしょ。オズ、何を惑わされているの？彼女の言葉を信じないで。夕夜浄土は自由と演劇の聖地でしょ。大間違いよ。夕夜浄土はそんな遊園地のような場所ではないわ。いい？ここは現実を直視できない人のための墓場なの。あなたはここに埋葬される。そして私は共に作り上げた想像上のオズと一緒に永遠に王城で暮らすの。墓場？あなたが一番知っているはずよ。なぜ夕夜浄土に雨が降っているのか、なぜこの楽土には本物の歌声がないのかを。あなたよ、全部あなたのせい。おかしいわね。つまりあなたのせいでしょ、エミちゃん。これほど壮大で虚構に満ちた王国を想像しておいて、結局は耐えられないのね。自分が想像したものに動揺して、いくら逃げようとも自分を変えられないなんて。あなたがここに溶け込めないから、私が降臨してその代わりを務めるの。夕夜浄土はもはや私のもの。あなたに指図する権利なんてないわ。私は、エミちゃん、あなたは軟弱な愚か者。この世界を支配するのにふさわしくないわ。出て行きなさい。おい、いい加減にしろ。見事に自分に罵倒されているようですね。あなた、ずっとこの件で悩んでいたのでしょう。マナ、何ですかその顔は。私、ふん、
まさか負けを認めるわけじゃないですよね。認めたくないけど、彼女の言う通りかもしれない。いや、考えを整理するでござる。皇女殿下、なぜここへ来たのか覚えておるか。カズハ、拙者は稲妻の剣客で、お主の安全を守るために。そしてここにいる皆は、お主の呼びかけに応じてやってきたものでござる。自分の墓場を持つっていうのもなかなかクールな響きだな。でも残念ながら、夕夜浄土は墓場なんかじゃない。シーン、へえ、友達ができたようね。でもそれで私に勝てるの？私はあなたにとっての恐怖と闇であり、長年逃れられなかった悪夢。私を前にあなたは何もできない。違う、まだ負けてない。私こそ真の勝者よ。絶対にあなたを後悔させてあげる。